どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルの新プロモーション、宿泊実績2倍、またね、1泊につき1000ポイントがもらえるキャンペーンね、来ましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、いやね、宿泊実績2倍キャンペーン来ましたね。いや、正直ね、もう来ないと思ってたんですよね。はい、もうヒルトンとかもね、昨年やってなかったし、多分今年も出ないと思うんですけども、マリオットは続けるんですね。非常にびっくりなわけなんですけども、宿泊実績2倍キャンペーン来ましたので、まあマリオットボンボイホテルのですね、宿泊実績でプラチナ防衛とかですね、それ以上のステータスね、狙っている方はですね、かなりね、朗報なのではないのかな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということでこちらはね、公式サイトになっておりまして、プロモーションの画面にね、あの名前をね、あのクリックしていただいてプロモーションを開いていただくとこちら出てきますし、アプリでもね、あの見ることができるっていう風になりますんで、アプリの場合は、まあ、そんな難しくないんでね、あの、画面は出さないですけども、下の方に行っていただくとですね、アカウントっていうのがあると思いますので、そこでね、プロモーションをクリックしていただければ、このプロモーションね、出てくると思います。で、今回のね、このプロモーション、まあ、キャンペーンなんですけども、グローバルになっておりますので、基本的に全員ね、あの、対象になっております。もし、ね、表示されないっていう方は、マリオットアメックスプレミアムカードとかの裏面のね、デスクに電話していただければ、登録できると思いますので、この点は覚えておいてください。で、こちらはね、キャンペーンのページになっておりまして、このね登録っていうのをね押していただくとエントリーが完了になります。で、規約はね下の方に書いてありますんで、ちょっと私の方でねまとめさせていただきました。ではね、まとめたのがこちらになりまして、1000ボーナスボーナスポイントと宿泊実績2倍キャンペーンということで、先ほど言った通りね、エントリーが必須になっております。で、エントリー期間も設けられておりまして、2024年4月の15日までにエントリーが必要です。で、宿泊期間が2024年の2月の13日から2024年4月の29日までということで、だいたい2ヶ月半ぐらいのねキャンペーンになります。で、期間がね少ないっていう風になりますんで、まあ、どのエリアでね、あの使用される場合であってもですね、ぜひね早めに予約ねしていただければなと思います。まあ、全国にね道の駅プロジェクトでいろんなねフェアフィールドできていると思いますし、まあ、そちらで利用される方ね非常に多いと思うんですけども、早くね、あの、予約しないとね、どんどん値段上がっていくと思いますんでね、この点は注意してください。で、特典ですね、宿泊実績2倍キャンペーンと、まあ、1泊ごとにね、1000ポイントがもらえます。で、条件なんですけども、マリオットボンボイホテルの参加ホテルの支払いに伴う、宿泊ということで、まずね、ポイント宿泊特典、まあ、このマリオットアメックスプレミアムカードとかの一括5万ポイント無料宿泊特典ありますよね。ああいったものであったり、現金とポイントの組み合わせとかもね、利用することができるんですけども、そういった宿泊はね、すべて対象外っていう風になります。ですので、お金を払って宿泊する必要があって、ポイントとかを入れると対象外になってしまいますので、この点はね、注意してください。で、マリオットボンボイホテルに参加ホテルっていうのはね、まあ、どこですかっていう話なんですけども、まあ、基本的にね、日本国内にあるホテルはほとんど大丈夫なんですけども、ブルガリホテル、あそこはね、あの、マリオットボンボイに参加しておりませんので、マリオットのね、公式サイトには出てくるんですけども、あそこは参加しておりませんので、そこでね、宿泊してもこのキャンペーンはね、対象になりません。で、それ以外にもね、ちょっと対象がありますので、それはね、ちょっと後ほど説明させていただきます。で、ポイント&宿泊実績付与自体が、チェックアウト7営業日以内にね、付与されるっていう風になりますんで、翌日とかにね、付与されたりいたしませんので、この点はね、注意してください。マリオットアメックスプレミアムカードとかね、使って、マリオットボンボイホテルのね、宿泊した時にね、ポイントどれぐらい貯まるかよくわかんないっていう方は、私のね、あの、LINE 公式アカウントから、マリオットアメックスプレミアムカードを使った時の、マリオットホテルのね、獲得ポイントの、計算ツール、出しておりますので、まあ、そちら利用していただければですね、大体のね、獲得ポイント数ね、わかるっていう風になりますんで、そのポイント数にこの1000ポイントを足していただければ、まあ、今回のキャンペーンのポイントもね、算出することできますので、無料で利用できますんでね、ぜひ、概要欄から利用していただければなと思います。で、このね、対象外のホテルがね、これ以外にもありまして、今回のキャンペーンですね、これが対象外一覧になっておりまして、リッツカールヨットコレクションであったり、ホーム&ビラー、まあ、ほとんどね、利用する機会はねほとんどないと思うんですけども、注意してほしいのはこれですね、バケーションズクラブとかね、これ普通にね、あの、マリオットボンボイホテルのね、公式サイトとかでも普通に出てくるっていう風になりますんで、まあ国内ではね、あの、ないと思いますんで、まあ大丈夫だと思うんですけども、一応ね、ここも対象外になっておりますんで、この点はね、注意していただければなと
思います。 2,3 年前までね、あの北海道にあるねリッツカールトンリザーブもね、あそこもマリオットボンボイホテルの参加ホテルではなかったんですけども、あそこもねもう参加しましたんで、まあそれ以外ね対象外になってくるところは国内ではブルガリー以外ないと思いますんで、まあこの点は大丈夫かなと思うんですけども、海外とかでね修行、まあ今回のキャンペーンね出て、修行されたいっていう方はそこだけ注意していただければなっていうところですかね。で、今回のね宿泊実績2倍キャンペーンで、マリオットボンボイプラチナね防衛されたいっていう方ね結構多いと思います。まあもちろんね年間400万円ね切ればこのマリオットアメックスプレミアムカードでねプラチナってのは防衛することができるんですけども、まあ、先日ね解説させていただきました年間チョイス特典っていうのがこの宿泊実績でプラチナを防衛しないとですねもらうことができないんですよね。私もねこのナイトリーアップグレードにねスイートナイトアワードが変更になりましたので、ちょっとね検討したいなっていうところなんですけども、防衛されたいっていう方はまあ今回のねキャンペーン利用してね防衛していただくのはね非常におすすめです。でもしねマリオット50泊ねどうやって防衛するかっていう話なんですけども、マリオットアメックスプレミアムカードね更新していただくだけで15泊獲得することができますよね。でまたね150万円決済達成していれば無料宿泊特典が1泊もらえますよね。これで合計15泊獲得することができるっていう風になりますんで、プラチナ防衛ね宿泊実績するにはあと34泊ね必要になるわけなんですよね。まあこれをどうしていくかっていうところで、まあ今回ね宿泊実績2倍キャンペーン来ておりますので、まあ17泊はね必要になる。まあ17泊していただくと宿泊実績2倍で34泊になる計算になりますよね。これを入れると全部で50泊プラチナ防衛っていう風になります。でこれがねまあどのぐらい費用がかかるのかっていう話なんですけども。それではちょっとね17泊で2月の18日からね17泊でちょっと検索してみたわけなんですけども、いやー日本の国内のホテルもね1万円で泊まれるところねかなり少ないんで厳しそうですね。やっぱり2万とか超えてきちゃいますもんね。やはりあのフェアフィールド系こういうところですね、はい、道の駅プロジェクトでいろんなところに立っておりますけども、まあここら辺でやったとしても1泊1万3000円とかっていう風になりますかね。本当に1万3000円をキープしてるような、まあ、そんな感じで値段推移がされてるんで、まあ、これで利用するっていうのはね結構かかりますよね。これで17泊って考えてもまあいくらいくんだ、ちょっと見てみましょうか。これは岡山のフェアフィールドですね、フェアフィールドバイマリオット岡山、ちょっと読み方わかんない、なんとか高原、これが長期滞在型のやつでも、22万5544円。いやー高いっすね。ちょっとねやはり私たちのねあの聖地と呼ばれてた4ポイントバイシェラトンはもうなくなってしまいましたので、なかなか厳しいですね。まあこれからねちょっと今回ね緊急的に動画撮ってるんで、まあちょっと安いホテルね探していきたいなと思うんですけども、やはりこれは厳しいな。やっぱり海外になりますかね。ではですねちょっとねクアラルンプールでちょっと調べてみたんですけども、やはりクアラルンプールは安いですね。1万円以下のホテルもねありますんで、 AC ホテルクアラルンプールとかだったらめちゃくちゃ良さそう。さっきね調べた時はどこだったっけな、結構安かったですね。こっちまず見ましょうか。これだと、長期滞在レートこれだと5798リンギットなんで、それを検索すると18万ですね。かけえな。今さっき検索した時ねもうちょっと安かったんですよね。値段上がったのかな。あでもいやそうですね、同じ日付だったんですけどねさっき調べた時ね3805リンギットだったんで11万ぐらいだったんですけど、キャンペーン出て値段上がっちゃったのかな、7万ぐらい上がってますね。いやこれは厳しい。ではちょっと AC ホテル見てみましょうか。さっきめちゃくちゃ安かった、7371円。これで調べると、あ4000リンギットまで下がりますね。あこれだとやはり安いですね、124000円。これだったらいいですね。さっきのねホテルでもね3800とかあったんで11万ぐらいだったんですけど、やはりこのキャンペーンがね出て多分値段上げてきてるかもしれないですね。もしね利用されたい方は、まあ、海外であってもねできるだけ早くね予約された方がいいですね。これはびっくりちょっとねさっきのところはねこの本当に30分以内でね、7、8万上がっちゃったと思いますね。はい。はい。まあ、こういった感じでですね、やはり海外でやっていただくとですね、12万とかでね、プラチナ防衛できるんで、
これだったらいいですね。さすがに20とか超えてくるとね、まあ、現実的ではないかななんていうふうに思いますんでね。まあ、もし利用されたい方はできるだけ早めにね、予約検索していただいて、まあ、必要な日数もね、結構多くなりますんでね。ここで全部終わらせなくてもね、いいと思うんですけどね。まあ、今回17泊で検索しましたけども、まあ、15泊ぐらいして、まあ、あとは普通にね、楽しむようで、まあ、2、3泊国内すれば、プラチナ防衛みたいな。まあ、そんな感じで利用することがね、できればいいですよね。はい、ということで、今回ですね、なんとね、マリオットボンボイホテルが、一泊ね、1000ポイントのボーナスポイント、またね、宿泊実績2倍キャンペーンをね、発表いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、まあ、マリオットアメックスプレミアムカードね、年間400万円切れる方に関してはですね、まあ、特にね、朗報ではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、私みたいにね、特に何にもなかったらですね、400万円の決済は切れないっていう人はですね、宿泊実績でね、防衛していただかないと、このプラチナっていうのはね、維持することができないっていう風になりますんで、今回のキャンペーンね、かなりいいのではないのかなと思います。ぜひね、エントリーね、忘れずに利用ね、していただければなと思います。ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントの方で、プライティパスの付帯クレジットカードのおすすめがわかる PP 診断、またポイントサイト診断、マイル診断ですね、無料でね、利用することができるようになりましたので、ぜひね、こちら利用していただければなと思います。ちょっとね、プライティパスのね、診断やったことある方ね、ちょっと不具合が発生してたみたいで、今ね、ちゃんと稼働しておりますので、ぜひね、おすすめのクレジットカードね、まあ人によってね、このプライティパスのね、付帯のクレジットカードもね、まあ変わってくるっていう風になりますので、ぜひね、無料で診断することできますんでチェックしていただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。